熊谷俊人は日本の政治家、千葉県知事、元千葉市長、元千葉市議会議員、奈良県天理市生まれ、千葉県浦安市、兵庫県神戸市で育つ。小学生の時、歴史漫画や歴史シミュレーションゲームを通じて歴史に興味を抱き、中学時代は通学時間のほとんどを歴史小説の読書に費やした。その後、現代の政治に目を向け、 NHK や民放各局の政治討論番組を見るのが習慣になる。白両高校在籍時、神戸市須磨区の自宅を阪神、淡路大震災が襲う。同じ程度の揺れでも地域により被害に差があることや被害者の生活再建、市街の建て替えや道路拡幅といった復興過程の問題を目の当たりにして地方政治、地方行政への思いが高まる。 早稲田大学政治経済学部経済学科に進学。当時普及し始めたインターネットにのめり込み、プログラミングを学び、歴史愛好家のためのウェブサイトを立ち上げ、IT を活用した積極的な情報の受発信を行う。2001年卒業。同年、NTT コミュニケーションズ株式会社に就職。2006年春、社内関係者から紹介を受けた千葉一区。 選出衆議院議員の田島要に会い、翌年予定されていた千葉市議会議員選挙に向けた民主党の候補者候補へ応募。続いて、NPO 法人政策学校一新塾に入塾。同年、民主党が実施した千葉市議会議員選挙の候補者候補に合格。2007年の千葉市議会議員選挙に稲毛区選挙区から出馬し、トップ当選した。 2009年4月22日、引退の意向を表明していた千葉市長の鶴岡、慶一が、中賀容疑で逮捕された。4月27日、民主党千葉市協議会は熊谷を擁立することを確認。4月30日、熊谷はこの状況を踏まえた上で、さらに広く市民の支持を得るため民主党を離党し、無所属として正式に出馬表明。 同年6月14日に行われた市長選に民主党、市民ネットワーク、千葉県、新社会党の推薦を得て立候補。自民党、公明党の推薦を得た、事実上の鶴岡の後継候補である前副市長の林光二郎、元千葉市議の候補者らを、得票数17万629で破り、千葉市長に初当選した。 投票率は43.50%。31歳5ヶ月での市長就任は、同年2月に当選した三重県松阪市長の山中、三重を抜いて、現職最年少。また、政令指定都市の市長としては、神奈川県横浜市長の中田博史による記録を更新した。2021年3月に県知事選挙出馬のため辞職した時点でも、 政令指定都市長の中で一番若かった。熊谷は歴史愛好家の観点から他自治体で前市長と異なる背景の候補者が当選した場合、幹部人事に失敗して孤立した例が多いことに着目。姿勢の方針変更を掲げつつ、局長など幹部体制は変えないと言明して、千葉市役所内の動揺を抑えた。二0 1三年五月十六日の千葉市長選挙に、 出馬し、得票数175,126で再選。投票率は31.35%。2014年、ワールドメイヤーにノミネート。2017年5月28日の千葉市長選挙に、出馬し、得票数182,081で参戦を果たす。投票率は29.07%。二千二十年九月十九日、翌年四月に行われる。 千葉県知事選挙への出馬を検討していることを明らかにした。2020年11月2日、千葉県知事選挙への出馬を表明。後継者として、元副市長の神谷俊一を指名した。2021年3月4日、選挙告示日に届け出を行い、千葉県知事選挙に立候補した上で、千葉中央公園にて出陣式を行った。なお、熊谷は、 県民党を掲げ、特定政党からの推薦を受けなかったが、立憲民主党や国民民主党、日本維新の会の各県支部から支援を受けたほか、自主投票を決めた公明党や対立候補を推薦していた自民党からも参議院議員の石井淳一などの一部国会議員からの協力を取り付けた。千二十一年三月十一日、過去最多の百四十万票余りを獲得して、 初当選、ありがとうございます。